テオフィル・デルカッセ、テオフィル・デルカッセは、フランスの政治家である。1898年から1905年までの長期にわたって、フランスの外相を務め、デルカッセ体制と呼ばれる対ドイツ方移毛の形成に、尽力した。1852年、フランス南部に位置するアリエージュ県のパミエで生まれた。外交記者として、レピブリック・フランセイズ市場で顕筆を振るった後、 1889年にフォア選出の会員議員として政界入りを果たす。同年、第2次、リボー内閣の植民地時間に指名され、第1次、リューピュイ内閣が総辞職する1893年12月まで在任した。第2次、リューピュイ内閣において植民地層を務めた。1898年6月、第2次、ブリソン内閣が成立すると、 あの党を継いで外相に就任。以後、ルソー・コンベおよびルービエの歴代首相の下7年に渡ってその地位を保持した。デルカッセ体制の構築外相としてのデルカッセは、一貫して反ドイツ的な政策を取る一方、その他のヨーロッパ列強、特にイギリス・ロシアに対しては、優和的、あるいは協調的な方針を採用した。就任当時、 アフリカスーダンのファショダでイギリスとの軍事衝突が懸念されていたが、デルカッセは対英雄和策をとって両国関係の改善に努めた。ロシアに対しては露ツ同盟の強化を図って1899年8月と1901年4月の2度に渡り、サンクトペテルブルクを訪問した。また、水面下でイタリアと交渉し、1902年に 両国間で密約を締結して三国同盟に揺さぶりをかけた。1903年7月には大統領ルーベと共にロンドンを訪問し、イギリスとの友好関係の構築を図った。翌1904年に締結された英仏教賞は彼の成し遂げた外交的成功の一つで、これによりイギリスのエジプトにおける優先権を認めた代償として、フランスのモロッコにおける 優先権を確認させた。また、栄路の緊張緩和を図り、両者の接近を進めさせた。以上の努力により、デルカッセは、ビスマルク体制と呼ばれる、ドイツ中心のフランス法移網を解体し、逆に、対ドイツ法移網を形成していった。彼と、その継承者によって形成された、対独法移網は、フランスの国際政治史家、ルネジローにより、デルカッセ体制と、 表現されている。モロッコ問題と失脚1905年3月31日、ドイツ皇帝ビルヘルム2世がフランスの勢力圏であるモロッコの北端の都市、タンジールを突如訪問した。これをきっかけに独仏関係は緊張し、全面戦争を危惧する声も出た。この時デルカッセは、あくまで対独強行策を主張し、和平交渉を拒んだため、首相、 ルービエとの対立を招き、罷免された。しかし、モロッコ問題調停を図って翌年1月から開催されたアルヘシラス会議において、ドイツの外交的孤立が露呈されるなど、彼の取った外交政策はフランスに利益をもたらした。罷免されたデルカッセは、一旦は、政界から引退するが、国際関係の緊張に伴って国政に復帰。解消。 中路大使を歴任し、第一次世界大戦勃発後には外省に返り咲いた。しかし、バルカン問題で重ねた視点が響いて、求心力を低下させ、1915年10月に辞職した。1923年2月22日、71歳の誕生日を目前にして、ニースで死去した。デルカスセ体制に関するカテゴリー。ありがとうございます。